始まりました。皆さんこんばんは。はい、8月の宮香のギリギリ放送室始まりました。よろしくお願いします。はい、この放送室の部長を務めさせていただいてます宮香と、はい、初期兼アシスタント MC を務めさせていただいております吉岡百合子です。よろしくお願いします。今日は2人だからなんか、はい、なんか久しぶりな感じですね。なんかね、距離は近いですね。ね、近いね。ここいつもね、リトルハイツさんがね、ゲストね。いらっしゃってくださって、ね、ありがとうございましたですね。盛り上げていただきまして。今日はね、はい、夏らしく、はい、行きたいなと思って、はい、こう夏を演出しようということで、私たち、はい、浴衣を着ております。着ておりますが、どうですかね。スタッフさん褒めてくれたんだよ、はい、涼やかと言って涼しいと言っていただきました。涼しいって言ってくれてありがとうございます、はい、もう夏真っ只中でございますからね。そうですよ、はい、まあ、でも私たちさ普段、うん、あのグループの時はさ、あ、そうですね、はい、着物着てるじゃん、ワック着てるじゃん、令和カレンというね、そうそう、我がクリットの時は和服で普段過ごしてるんですけど、やっぱり和服と全然違いますね。涼しい、着物と全然違う。だってね、なんかさっき歩いてくる時、うんうん、もうめくれてましたもん ね、はだけてる、はだけてるって、そう、浴衣が軽いからあれってなってましたね。あれやっぱ着物と浴衣違うね、はい、違いますね。どっちも良さがあるんですけど、ね、重さはあっちがちょっとあるかな、はい、夏はやっぱ涼しいなっていうね、うん、あの見てても涼しいと思いますから、ちょっとね、涼しさを皆さんにちょっと感じてもらおうかと思いまして、はい、浴衣を着てきたんですけど、はい、ですけども、あなたなんか夏らしいことしました？あ、夏らしいこと、そうですね、夏といえばの海に行きました。あ、はい、来ました。思いっきりそう、うんうん、浮き輪を借りて、うん、なんかその1時間ごとだったんですね、はい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 、だからじゃあ1時間思いっきり泳ごうぜって言って、うん、海のね、あの足が一番つくギリギリのラインぐらいまで、うんうんうん、結構攻めて、うん、攻めて、そう、女の子一人浮き輪に乗らせて私めっちゃ走るみたいな、走るってかもう飛ぶんですけど海の中だからね、うんうん、トントントンって言って、で波に揉まれてガーってなって、うん、結局口とかにも入ったりするんですけど、うん、まあそれもまた夏の味っていうことで、はい、てかガチガチに泳いでんじゃん。ガチに泳ぎましたよ。やばくない？本当にやっぱ浮き上げっとしたらもうこっちのもんじゃんみたいな強気で、で波にこの波と共にジャンピングするみたいな、うんうんうん、すごいね。たまに巻き込まれてザブンザブン、だ結構ここまでちゃんとね、多分使ったっていうかね、うん、波でやられてます。いや、ここまでめっちゃ夏らしいことしてるな。めっちゃ泳ぐとき泳ぐっていう。本当に、はい、泳がないですか？いや、私は泳げないんで。泳げない？泳げたくても泳げないんです。え、浮き輪あってもですか？いや、浮き輪あるならギリ、うんうんうん、いや浮き輪なしはマジで無理。あ、もう足つかるとこまでしか、まあね、不安ですからね。そう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 、そう、ね、あとプールと違って波が来ちゃうから。そうなのよ、海はちょっと怖いものはね。自然はちょっと怖いんですよ、ありますけどね。そう、はい、いいね、夏っぽいエピソード持ってんじゃん、はい、で夏といえばで何したんでしたっけ、うん、え、私、はい、夏私はですね、はい、引っ越しました。あ、引っ越し全然夏関係ないっていう全然夏関係ないけど、はい、むしろ暑くてちょっと一番嫌な時期みたいな。すげーもう無理って、なんかしかもその日引っ越した日、はい、めちゃめちゃ気温、はいはい、東京激熱の日だったのっぽくて。あ、そうなんだ、うわ、え、無理なんだけどと思って、もう超汗汗でとりあえず引っ越し の、はい、あの人たち超頑張ってくれてるから、うんうん、もうなんかね、あのなんかあげた、あげた、飲み物となんかナイス、頑張ってくれて、優しい依頼者さんだ。そうだからもう、はい、夏場はもうずっと引っ越しのことに追われてまして、うん、そうですよね、やっと、うん、やっと一段落ちょっとして、はいはいはい、うん、まあ、今あなたは私の家に来たことありますよね、新居の、はい、あの収納名人として呼んでいただきましたので綺麗に収納ね、収納名人、そして日曜大工、日曜大工もっと、ね、しましたね、もうやってくれたじゃないですか、うん、新居上がってくれたじゃないですか、はい、でもうやっと、うん、まあ初期のゆり子さんのおかげでね、すごいいいお部屋になってましたよね。てかもともといいお家でしたけどね。ありがとうありがとう、うん、テーブルがないんですよ。あ、ね、まだテーブルが、テーブルがないのか、ないか、はい、床、あの箱と新聞紙で今過ごしてます、はい、まあ、なりますよね、うん、なんか引っ越し立ててほらね、何でも全部揃わないからね、いきなり ね、そうそうそう、順番がありますから。あともうちょいなのよ、うん、もうちょいで完成。そう、あともうちょっと、もうちょいで完成ってことは、じゃあ完成したらあれじゃないですか、うん、あのルームツアーなんかやっちゃうんじゃないですか。やんない恥ずかしいんだよね、私ルームツアーっていうのはちょっと恥ずかしいんだよね。確かに自分 の、 あのパーソナルを見せるんだよね。あれ秘めるタイプですもんね。そう、秘めるタイプだから、ね、そうそうそう、私本当に、うん、あのそういうのね、そう、おふりたいタイプなんで、おふりたいタイプなんですよね。無理です。ちょっとそこはご想像にお任せ で、絵にでも描いてみたら。そうだね、絵に描いてね、図を描いて、こんな感じです、うちの家みたいな。確かに、そんな夏の、うん、もう本当私夏っぽいこと一個もやってないから、うん、
そう、まあでも今日じゃできましたね。今日なんですよ、まず浴衣を着て、そうそう着て、で今日夏祭りスペシャル、夏祭りスペシャルだからちょっと夏企画あるからね、めっちゃ盛りだくさんですから頑張りますよ、皆さん楽しみにしてください。コメントいただきました。はい、はい、ありがとうございます。夏祭りだよ、そうです、うん、夏祭り、たーくんいっぱいコメントありがとうございます。ありがとうございます、はい、夏ですね、お二人は海派、うん、プール派、そもそも泳げるのと来ましたね。はい、来ましたね。まずみやかちゃんはプール派。あ、プール派ね、うん、そうね、いや私もどっちも好きですけど、うん、でもプールはわりかし夏じゃなくても行けちゃうところはある、うん、まあ、確かに夏の醍醐味って言ったら海かもしれない、もしかしたら。そっか、うん、じゃあそっか、もしかしたらね。まあでもプールも楽しいですよね、まあまあ、安全だし、まあまあ、まあ、プールも海も変わんないわ私。変わんないね、うん、どっちもいいや、で泳げないからね結果ね、結果どっちもいいや、そうね、泳げないからね、はい、え、ちょっと待ってください、今日なんかすごいいいコメント、パクチー愛好家でもある部長、はい、はい、よく知ってます ね愛好家なんですか。そうですよ、私も愛好家知ってます。あ、知ってました、イエーイイエーイなんですけど、うん、今日パクチーの日なんですって、8月9日パクチーの日、嘘、はい、ギリギリ知ってましたかと。何にも知りません、はい、ギリギリ知りませんでしたね、ギリギリ知りませんでした、はい、でなんでチーなんてどこにあんだよ、数字パクだからじゃないですか、パク8月9日パクなんで、チーがないじゃん、まあ結構無理、いい無理やりだよね、パクチーパクパクパクの日ってことなんだ、パクチーパクパクの日、すごいね、パクチーの日に放送とは部長持ってますね、とさすがですね、知らなかったけど、知らなかったけど、パクチーの日ってのはギリギリ知らなかったけど、はい、知らなかったけど、うん、からの宮田部長、はい、デビュー10周年&配信リリースおめでとうございます。ありがとうございます、ね、そうなんですね、8月1日がね、そうそう8月1日教えてましたよね、そうそう、ぜ絶賛あの引っ越しの前日でした、あらまあらまあらまバッタバタの8月スタート、そう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 です、はいはい、なるほどね、ありがとうございます、そうだったんですね、浴衣似合ってると、ありがとうございます、はい、基本飲み食いありの放送、そうなんです、そうですよ、はい、私食べるの大好きなんで、うちは、はい、タークまたいつでもね、あの見学、見に来てくださいね、すいませんととんでもないので、またいつでも遊びに来てください、また遊びに来てください、はい、からの夏っぽいこと、うん、みやかついにコンカフェデビューって書いてありますよ、何ですか何それ、コンカフェデビュー、あー、コンカフェって何、20歳前後の可愛い女の子たちに混じって歌のお休止、難しいね、漢字が読めないよね、そうそう難しい、姉子の姉子だけあれが振り仮名がちゃんと貼ってありました、姉子の貫禄見せつけてくださいと、なるほどなるほど、なるほど、そういうのがあるんですね、そういうのがありますね、浴衣涼しそう、海でみやかの足がつくところで僕は溺れる、どういうことだからその足の長さのことを言ってる、はい、あ、そういうことね、そういうことね、はい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 、あ、なるほどね、そういうことが、私てっきり砂浜でみやかちゃんがついた足跡に溺れてるのかと思っちゃって、うん、どういうことすごい出来合いの仕方って思っちゃったけど違いました、やばいですね、違った、うん、引っ越しそばじゃなくて、うん、引っ越し仲間と食べてて笑った、引っ越し仲間と食べたんだ、なるほどね、昨日ね、それは確かに、引っ越し祝いかな、引っ越し祝いでいい、昨日仲間と食べました、うん、お腹を痛めつけてやりました、そうですね、お祝いなのかどっちなんだいっていう、どっちなんだいみたいな、まあ、ギリギリな感じでしたね、ギリギリな感じで、はい、ということでね、この番組は、はい、あの毎月、はい、第2火曜、はい、19時からの放送なので、はい、皆さんぜひぜひあの19時はね、第2火曜の19時はここにスタンバイしていただければと思います、はい、集まっていただきます、そしてね、ゆうこさん、はい、パネルを吉岡さん、はい、こちらですね、コロナ対策でございますけども、はい、はい、バッチリ、演者スタッフ検温を行っておりまして、うん、換気も50分に1回しております、うん、はい、しっかり空気入れ替えだったり消毒だったりね、バッチリしていただいてるので、皆さん健康の中配信できております、はい、そしてね、こちらドドンドドンドン、はい、はい、番組応援の会会員募集中ということで、募集中で、はい、こちらクリゴヤズリ FM のこの番組が好きという方に、うん、ぜひともね、応援の会に入っていただきましたら、はい、実際に現場に ね来てね、この配信を ね見れるからね、生放送をね見ていただけたり、特典がついておりますので、うん、皆さんぜひとも会いに来てください、はい、次に行ってください、会員募集中です、はい、絶賛部員になってくださいね、皆さん、部員募集中です、私たちの部員に、はい、はい、からのこちら、うん、ツイッターにてですね、はい、こちらのあずぱん FM さん、はい、こちら、あずりさんのアカウント宛てに、うん、はい、感想だったりね、うん、コメントだったりね、コメントだったり、ご質問だったりね、だったり何でもね、いただきたいんですけども、うん、その際には、うん、ハッシュタグみやかのギリギリ放送室をつけていただいて、でこちらまで、ね、随時送っていただけると拾いやすいです、はい、見つけやすいです、スタッフさん今オンタイムでコメントを読ませていただきましたので、はい、皆さんどしどしお待ちしてますね、お待ちしております、よろしくお願いします、
そんな感じ ですね。はい、そんな感じでございますね。はい、じゃあ、はい、ということでね、はい、今日はね、はい、いろんなコーナーあるんですよね。そうです、そうです。はい、今回は、はい、まあ、夏祭りの企画の対決を持ってきてるんですよ。イエイ。実は、まあ、ね、2個ありますね。2個ありますね。そう、夏祭りをね、今日はね、もうここでやっちゃおうって思ってこの対決を持ってくる前に、はい、いいですか、一つ前に、はい、あの、はい、この方、はい、吉岡さんですね、はい、前回かな、うちらなんかパイユの大食い対決して負けたじゃないですか、ね、はいはいはい、罰ゲームやってないんですよ。あれ、これは見逃せないなと思って、ちょっと今回もあの苦いドリンクをちょっと吉岡さん飲んでもらおうかなって。あ、前にですか。そうですね、この戦いの前に起爆剤的な感じで行っちゃっていいんですか。いいですよ、逆に大丈夫ですよ。飲んでもらってエンジンつけてもらって、あ、おーおー、うん、勝ちますよそれ。本当に大丈夫ですか。それ一回飲んでクッてなって、うおーってなってもらってエンジンで食べる。わかりました、行きましょう。食べるっていうかもう言っちゃったけど、まあ、私たちは基本食べる系しかないんで。そう、行きます。今飲んでます。じゃあ前回の分の罰ゲーム分飲みますわ。ちょっと飲みます。じゃあ一発目いきます。注いでもろて。これね、はい、私が前回飲んだんだけど、うん、苦いやつです。ね、で苦いって言ってて、私ちょっと味見させてもらったじゃないですか、うんうんうん、あんまりだった。私なんかあれ意外と渋めのお茶みたいな。え、マジそんな感じなんですけど、まあそうですね、次の分のこれあれ最後にまたやるんで、今日は罰ゲームありますからね。罰ゲームどっちかがまた苦いの飲むから、はい、これちょっと取っときますよ。いや、1日2回飲まないといけないパーティーとかあったりするのか。私は言って可能性がなくはない。わかりました。とりあえず試飲してもらって、はい、じゃあ私が飲んだ苦いお茶を全部一気に飲んでね。 OK です、うん、全部一気に。まあぬるいか、じゃあ飲んでたいと思います。じゃあいただきます。一気にします。どうぞ。まあ、じゃあ味見して感想言ってもらってもいいし。どう？お、いける。あれ？意外、苦い。ああ、え？意外といける？あれ？意外と？え、嘘？うん。で後からじわるかも、うんうん、これ。普通飲んでるし。うん、え？苦いんだけど、うん、あ、苦いわ。苦いでしょ？でじわるよね。これ後から来ない？来ますね。じわるんですよ。なんか早く食べたい何かを。超消しにしたい。超消しにしたい感じで、うん、でも飲めないことはないけど苦いね。でしょ、苦いでしょ、苦いでしょ。意外とね、これなんかいい感じ。そう、苦いの作るときめっちゃ分数濃くしようよっつって、はい、めっちゃ10分ぐらいなんか、ね、そう3分ぐらいでいいとこ、そう10分ぐらいやつやね。苦いけど、うんうん、よし、気合い入った。よし、気合い入った。ということで、じゃあ、はい、行きますか。はい、じゃあ、まず一発目はですね、はい、やりたいのは、やっぱり夏らしいってことで、夏祭りに売ってるさ、キュウリの一本漬けをさ、どっちがさ、多く食べれるか対決。イエーイ。ということで、はい、今、ただいまここにキュウリが、あ、じゃあどうします？どっから取ります？何、どっから取るって。キュウリ。キュウリ？どっから、うん、どっから取る。だから、こっちの両サイドに、うん、置いといて。置いといて、オッケー。キュウリ何本？1、2、3、4。今日もね、そう、どっちが早、うん、どっちかが多い方だよね、うん、で、これじゃあこっちにここ置いときましょう。そう、1本5本ね、うん、5本目で、6本目。ちょっと種類違うからね、7本目。これだっけね。で、これから食べるね。違う、これか、あ、これが1本、これからこれが、これ違う種類だから、okay, okay. これから絶対食べるにして、これにして、で、プラス、本当はもうちょっと本数欲しかったんですけど、うん、ちょっと起爆剤ないのよ、キュウリ。キュウリ売ってないんだよね。売り切れ続出で、ちょっとウケるね。ぽいもの持ってきました。チキンバー。いや、これね、あれだから、味変用だから。そう、飽きたなってなったら1回、これ絶対に食べなきゃダメ。1回挟むから、1回挟まないとダメ。で、絶対パサパサになるから、これ絶対ダメ。そう、口パッサパサになるのなるやつね。ちょっと1回どっかで挟みます。スモークペッパーのやつですね、うん、これ最後っていう、最後にしちゃダメなんだっけ。あ、最後でもいいですけど、食べきってないともう反則、ね、ルール的には。そう、これいっぱい、ちょっと1本にね入れときたいんですよ。いつ食べても OK だけど、これは食べなきゃダメ。で、計キュウリは3本。3、3、3、3、3、3、4で、これ入れて4じゃん、うん、で、これ1本どっちがだけ食べれるかっていうね。果たしてまあこれも食べれるかっていうところもあるんですけど。いや、まあ、いけるっしょ。食べきるっていう、うん、まあむしろ食べきるんですよ。めっちゃ早く食べて、うん、全然ないんだけどつってこっちから取っても OK だし、ね、OK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 
お腹空かせてきております、ね、うちら絶対、うん、今日のためにおしぼり、はい、ありがとうございます、用意しておきましょう。今日のために私たちは、はい、お腹を空かせてきてます。そうでございます。
はい、あコメント来ました、うん、ゆりりんは特別な訓練を受けてます、はい、そうです、苦いやつ苦いやつ、はい、辛いのとちょっと違うけどね、辛いちょっとね、若干惜しいから、そうなんか私多分辛いのが刺激大丈夫だから、うん、苦いもまだ近いんですかね、はいはい、辛いの方に分からんけど、はい、どうなんでしょうか、分からないんですけどね、分からんけど、まあ苦いですけどね、喋って、忘れてましたら、なんか思い出したらやっぱ苦いですよっていう感じ、はい、ということなので、はい、特別な訓練を受けておりますので、受けておりますので、あの吉岡さんは、私は受けてますので、はい、無敵モードな、無敵モードな、苦いの飲んでますね、はい、バズドリ飲んでますね、はい、じゃあ早速、じゃあこれ時間測んないで、測んないからね、とりあえず、まあでももしちょっとギブアップってなったとしたとしたら、あの、うん、まあ25分ぐらいまでにしときましょう。そうそう、はい、じゃあ私が、うん、よーいピンっつったら、うん、いけ、ちょちょちょ、 OK OK で、ごめんここですよ、 OK、 どっちが多く食べれるのかっていうところです、はい、いきますよ、あ、もういいのね、ちょっと待って、準備準備ね、もう準備する、準備 OK、 ちょっと待って、ちなみに開けとく、開けとく、 OK OK OK、 1本目開ける、で気をつけてくださいね、開けてこぼさないようにね、あ、めっちゃいい匂い、うん、今めっちゃお腹すいてたから、いや嬉しいですよね、いや早くキュウリ食べたい、ね、食べたいって言ってたのよ、そうそう、ただ味わってる場合じゃないからね、これ、そう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 、早食い大食い対決だからどっちがこの最後の一本を取るかっていうところなんで、ね、私あの 黙ると思うんで皆さん、はい、あのご感謝ください、ご感謝ください、はい、じゃ準備いいですか、はい、 OK です、じゃあいきますよ、はい、よーいスタート、うまっ、うん、しょっぱい、うまっ、うん、うまい、うん、うまいの、うん、あ、いくね、うん、うん、うん、え、マジうまいんだけど、うん、シールだ、ちょ、前回も同じことでした、うん、うまい、いや、夏祭り行きたくなるわ、うん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 、これ顎疲れる、うん、うん、うまい、でも、うん、ずっと食べたかったからね、うん、うん、うん、むせない、やばいな、早いかも、ゆり子、うん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 、噛むのきつい、うん、噛むのきつい、うん、飲めないし、固形物だから、てか早い、早くない、うん、噛む噛む、うん、うん、うん、マジ、うん、やばいやばいやばい、うん、早いよ、うん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 、いきます、うん、どうします、うん、うん、あ、こっちですね、はい、うん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 、あれ違う、うん、メーカーによって違う、うん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 、これ多分ローション、うん、うん、うまっ、2本目いきますよ、なかなか、はい、いや、ゆり子早いよ、マジで早い、噛むの大変ですね、うまっ、でも私さっきの味の方が好き、マジ、うん、どっちがいいですか、どっちも好きいい感じですとコメントいただきました、ありがとうございます、うん、うん、うん、結構大変だぞ、これ挟むか、うん、いや、こういこうかな、いや、飽きるよな、うん、一回これ挟むかな、
ファンファン。さっきのチーズの方が食べやすい。マジか、水分取られてしまう。違うの、きゅうり水分じゃないですか。ちょうどいい塩梅な気がする。なるほど、じゃあ私もそれでいくわ。いや、日焼けない問題。ロスロスロスしてる、やめてやめて。オッケー、キュウリという名の。こいつ重っ、めちゃくちゃ重い。マジか、重い。あかねえ、ほんとだ。冷めたらも食えますよ。重い。やばい。あ、喉乾いた。水。喉乾いた。あ、わかった。これキュウリと一緒に食べるわ。あ、ずるい。いいでしょ。いいの？食べきれればいいの。これだけ食べてたら食べる。なるほど。頭いいな。いや、マジか。でも。めちゃくちゃ美味しい。うまい。でも美味しいです。お腹いっぱいになってきた。このチキン、ちょっとうまいな、でも。水分、バサバサ。キュウリうまっ。こいつね、弾力を。弾力？苦しすぎる。この後の企画忘れてた。ね、まだあるよ。はい。え、マジか、待って、早い。早いね。どうぞ。私は飲まんけどね。飲まないけどね、すごいよ。確かにこれは。うまいうまい。マジか。マジなのか。マジなのか。苦しい。あとお互いもう自分のあれはなくなりました。チキンってよかったですね。チキンってうまい。なんかね、上ですよ。上か。カメラ上。ずっとここ見せた。いや、これ食べれるんだけど、次のこと考えたら、やばくない？
もうキュウリね、綺麗ねでしょ。なんかありがとうございます。とんでもございません。とんでもございません。食いっぷりが良くてすみません。逆にありがとうございます。もう食べよう。食べきったの。いい勝負だ。食べきった。イエーイ。まあ果たしてこれが食べれるのかっていう。ちょっとあと。ラスト一本。あとさ、ちょっと遅かったよね私。いや、ご飯巻きましたね。いや、巻き返したんだけどな。結構最後頑張ったんだけど、詰め込んだんだけど、こっちにサラダチキン、こっちにキュウリみたいな。まあ、取られちゃいましたけど、あれですよね。もう一企画あるからな。大きいでしょ、だな。いや、こんな、いや、一発目は勝っだとしてもね、キュウリ対決で、まあ、勝つじゃないですか、はあ、次の準備が、次の企画もう一個対決持ってきたんですけど、次もやっぱ夏らしく、夏祭りらしく、焼きそばを、焼きそば、早食い対決。これ分かった、やっぱ時間測っておけばよかったんだ。なんで時間があればどっちかが絶対食べれちゃうもん。確かに、はい、時間のピピピの段階でどこまで食べれたかってやるべきだった、ね、そうだね、ミスったね。めっちゃミスってるでしょ。めっちゃ腹パンになってるでしょ、はあ、ミスりました。ミスりました。なんかキュウリ食べすぎて頭痛い。うん、じゃあ私が代わりに呼ぼうかな、うんうん、ちょっと私がもうが隣で食べてる方がいますかね。キュウリの漬物の CM くださいってコメント来てますね。本当です。私たちにキュウリの漬物の CM お待ちしてます。顎が鍛えられそう。うん、だって顎痛くね。超使うよね。やばいよね。浴衣は夏だなーって。そう、今夏祭りを演出してますので、みんな夏祭り肩や苦しそうですけども、はい、いやこれはね、だめ、ね、顎痛いから頭痛くなるんだ、リアルに。ああここ顎からの頭痛い。なるほど。こめかみ。はい。いや、腹ペコ対決はゆりりんに漢字読めねー。これなんて読むんだろう。勲章、軍章、漢字が読めない。誰も読めないの。苦いドリンク効果か、カッパか、いい子は真似しないでね。その通り。うちらはつまりますカッパになったつもりでいますから。ミュージが2人でキュウリ食べてる絵面がシュール。イエーイ。そうなんですよ。めっちゃシュールでしたね。どうなんですか、初めてのメッセージ。うん、2人の浴衣完璧すぎる。夏の暑い日の癒しの食べ物といえばアイスですね、うん、お二人はアイスクリームは好きですか。ちなみにピノは好きですか、うん、これからも応援してます。ピノ大好き。ピノさんお久しぶりですね。嬉しいね。ピノさん ね,、うん、ねお久しぶりのピノさんから。ピノってさ、うん、アイスが入ってるよね。当たりが入ってるの知ってる、うん、ハート星だっけ。星ハート、どっち、ハート、いや、じゃあピロの差し入れを待ってますね。これから。ピロの差し入れを。何がお好きって？そう。ちなみにピノは好きですかって。好きだよね。好きです。ピノはね。ピノ好き。ピノ好き。クルメ、きなか味とかあるから。あ、確かに。たまに出るよね、うん。え、チキンバーは水分持ってかれますね。はい、あ、軍配あるよ。え？軍配ってもんだ、さっきの。でもさ、軍配って感じはいいとして、意味わかんないよね。軍配の意味。チキンバーグ勝者は私かみたいな感じですね。ゆりりんに勝者は軍配かって、そういう意味なんかな。そういう意味なの、教え、ちょっと分かんないけど。もうやっぱ時間なんだ。あ、時間でで勝者はですね、
まあ、で1回目のこれキュウリ対決はですね、吉岡さんが制しましたね。おめでとうございます。待って、もうちょっとだった。でタイマーの役割をうちらはミスった、うんうんうん、次回頑張りましょう。完全にミスりました。完全にミスりました、うん、浴衣とキュウリの漬物のギャップ。いや、いいんですよ、夏ですから。やっぱり夏って言ったらキュウリでしょ。うんねえ、うん、2人の食いっぷり気持ちいい。でももうキュウリいらない今年ぐらい。いっぱい今年いっぱいいらない。もういらない、うん、もういらない。来年だったらまた、うん、来年食べますって、うんうん、2人の胃袋は宇宙だな。うん、しょっぱいものの後はスイーツが食べたくなる。いやね、しょっぱいものの後はね、焼きそばが待ってるんですよ、うちらのデザートは。うん、だしこの場所でも絶対飲みたくないけど、待って、うん、1回勝ってるでしょ。1回勝ってる、1回戦勝ってますですよね。で次私が勝ったら、うんうん、2人飲むの。フェアになっちゃうんだよね。だから2人飲もう。いや、2人飲みましょう。2人飲もう。オッケー、半分これ。そうそうそう、宮川食べ疲れその通り。生放送で放送事故は逆流はやめてね。危なかった。危なかった。まだ詰まりそうだった。危なかった。やばかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、第2回戦目。1回戦目、はい、これね、置く場所がないな、はい、うん、もらうもらうもらう、はい、あ、もらってくれる。はい、どうぞ。あ、違う違う、置く場所がない。これをね、はい、ザス、はい、第1回戦目は、はいはいはい、私の勝利ということで、はい、第2回戦目にやってまいりました。ありがとうございます。失礼します。あれどうしたっけ。何、あ、あ、これですね。ありがとうございます。はい、第2回戦目は焼きそば。はい、夏といえばやっぱね、焼きそばじゃん。縁日の焼きそばじゃないですか。そう、うちら今縁日に来てるから、うん、今もう気持ち悪いこっから焼きそば食べた方がやば、うん、もう気持ち悪い。これ普通の辛いやつじゃないからね。そうそう、普通のやつ、スタンダードだから。スタンダードので、これも、うん、早食いですよね、これ。そうだよ。どっちが早く食べれるって感じでしょ。そうだよ。え、これタイマー測っておきます。どうする。いや、測っとく。一応測っとく。いや、やっとく。何分とかやっとく。でもだって食べきれなかった場合、どっちがどれぐらい食べたかっていう残量が分かった方がいいから。確かに、やっとくか。10分10分オッケー。10分15分10分にしよう。10分にしましょう。だって告知がなく、これ押しちゃったらうちらの告知なくなっちゃうから、うん、オッケー。10分で食べないといけない。やべ、振りかけ全部10分でいこう。オッケー。私は早食いは、うん、自信ある。ないわ。なんかいや、一回待ってて。いや、いけるな。キュウリと違うじゃんこれって、うん、飲めばいいから、うん、そばを飲む、うん、やば、飲み込めば、はい、いや体に。いや、でも結構さっきのやってるよね、はい、鶏とチキンまさかのチキンだねすごい邪魔すごい大難関アクションだった。でもよかったよ。大難関、はい、一発そういうのを挟んどいた方がちょっとおもろかったからよかったかもしれない、はい。まあ、無事乗り越えちゃいましたけど。そうだね、いい感じに。ちょっと負けたな、悔しいな。え、じゃあタイマーは10分今かな。タイマーはそう、今、そうだね、10分でいきましょう。 OK、 よーい、スタートの P でね、いくからね。あ、苦しくて、苦しくて、自信しかないぜ。いや、勝つ自信しかないぜ。本当？じゃあ10分いきますか。うん、もういい。混ぜた。はい、混ぜました。食べてるうちに混ぜる、はい、早食いですよね。早食いです。はい、ではよーい、よーい、スタート。うまっ、ペヤングうまっ、うん、うん、うん、ペヤングうまっ、うん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 、うまい、うん、確かにうまい。久々食べたけど超うまい。うま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 、うん、ちょっと喉通らんな、パサパサで通らんな。さっきの水分、うーん、うーん、うーん、ヤミー、うん、うん、うん、ゆりこ早いわ、うん、やばい、え危な危な危な
うん、おいしい。いや、水分欲しいね、これね、うん、水を飲んでタイムロスだ。あいや、マジ？早い。したね、今。いや、接戦だったね、だいぶやば。いや、みやかちゃんが私のこと早いとか言うけど全然早かった。みやかちゃんマジ。いや、なんか私よく喋ってるじゃん、はい、食べてる時にうまーとかさ、うん、感想言ってたからちょっとそれタイムロスだなって後から気づいて、はい、全然ゆりこさうまーとか何もなんか感想がないじゃん、はい、うん、ちょっといや苦しい。でもなんか感想言ってたらマジ私ちょっとタイムロスしてんなって気づいて、はい、いやー、いやータッチの差でしたけど、まあ、お互い綺麗に食べましたね。最後駆け込んだんだけどさ、はい、ダメだ。私の勝ちでございましたけど、よろしいですか。イエーイ、イエーイ。ということで、2連勝で吉岡ゆり子の勝ち。うーん、すごいね、うん、ちょっと今回飲んでだろう。いや、苦しいですね。よっちゃ、しかもさ、ちょっと見てくださいよ、帯してっから、うん、これね、破裂しそう、うん。いや、夏らしい、お祭り企画だね、これね、うん、途中でむせた時、うん、本当にもうなんか、うん、それこそ放送事故みたいになってましたね、さっきね。ね、なんかそして海苔がね、ここら辺にいっぱいある気がする、うん、歯茎のここら辺に、うん、コメントが、うん、お、ちょうどコメントが、ここに海苔とかがついてる、取りたい、取れない。よいしょ、うん、この対決は誰得なのか間違いない。間違いはないんですけど、いやいやいや、めちゃめちゃ受ける感想だもん、うん、ほんとそれななんだけど、はい、誰得なんだろう。まあ私たち得ですね。まあ、ペヤング美味しかったけどね、うん、美味しかったですね。じゃあ美味しかったんですけど、うん、味わってる暇があったら多分負けてた、ね、私多分あそこコメント言ってたら負けてた、うん、私めっちゃいそうね。そう、それミスミスだな。言わせとこうと思ったらさ、うん、焼きそばでかくない。あ、これはミサイズだよ、ね、通常のやつ。ちょじゃんちょんってこうやって見せてあげてください。あ、これちっちゃいの。いや、多分通常のやつだと思う。いや、はい、はい、ほらペヤング結構大きい焼きそばがね、うん、ありますもんね、うん、大盛りみたいな。うぶってなってる今。結構もうお腹の帯吹き飛ばしそうな感じ、うん、帯吹き飛ばすスタイルで、はい、そう。焼きそば対決はお約束のポイント2倍と、はい、ポイント、ああどういうこと。ポイント2倍になる。これポイント2倍もね、量はないかな。本当ですか。ちょっと分かんない、これ全部入れとこう。全部入れときましょう。一旦冷ましておきましょう。コメント読んだら飲んでいただきましょう。ちょっと待てよ、さっき多かったじゃないか、それ完全に。ちょっと待て、さっき私この2倍は飲んだぞ。ずるくないですか、私この2倍飲んだって。嘘でしょ。ちょっと、いやもうさ、これ飲んで逆出しとかしてもらえないと、なんかベロベロになっちゃう。罰ゲームみたいな、まあ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 、床が台無しになっちゃうんでね。いや、おもろすぎでしょ、まあ、嘘、狙いました。うん、まあちょっと若干ね、狙ったの、うん、それ若干狙ってたかな。なんてことゆうこにちょっと多めに飲んでもらおうかな。きび宮下放送事項だって、うん、あ、確かにさっき私が
むせてた時、みやかちゃんが放送事故になったわけ、うん、私はむせをちょっと取り戻して全然平常心だったけど、うん、笑っちゃって、そう、受ける、こっちが笑っちゃってやってましたね。むせろむせろと思って、はい。二人とも一口がでかい、お、思った、私多分一口めっちゃでかいんですけど、うん、私も大きいじゃん、でかいんですね、お口が、なるほどね、口が大きいのか、私口そんな大きくはないんですけど、私めっちゃ一口でかいんですよ、欲張りだから。本当にマジで、見返し目、美しさと大食いは比例するのかって言ってますか、分からんけども、美しい人の食べ方ではなかったです ね、すいません、そう、もう捨てました、そこは、はい、そこはでも捨てて頑張りました、はい。ペヤングの CM ください、ください、ペヤングとキュウリの CM ください、私たちに上手に早く食べます、そうです、はい、綺麗に食べる練習しておきます、そうします。ボンドリと花火といえばこれだ、うん、いや間違いない、間違いないですね、間違いない、本当にキュウリと10分前か、放送終わるまで早いね、すごい苦しい本当に苦しい、はい、うん、カップ焼きそば食べたくなってくるでしょ、でしょ、回しもんではございません、決して回しもんではございませんよ、でもペヤング普通に美味しいですね、うん、めっちゃうまかった、ただもうペヤングももう今年いらない、うん、あ、そうだね、うん、結構もうなんか今いっぱい摂取した気持ち、うん、とりあえず海苔が大量についてる、大量気になりますね、うんうん、気になる、リリン苦いのはキュウリ、うん、ペヤング訓練受けすぎ間違いないです、間違いない、本当に苦いからのキュウリからのペヤング、はい、はい、今日地獄、地獄帰れんのか、私地獄頑張った、危ない、家は帰ってもろて、はい、罰ゲームに厳しいユリリン、はい、当たり前じゃないですか、さっき私2倍飲んだんでね、やっぱりこの量飲んでもらったからにはあと時間も3分ぐらいあるんで、はい、なんか一発ゲームでもしてもらおうかな、とりあえず飲むか、じゃあとりあえず、とりあえず飲むわー、どうぞー、苦いの消えた、消えました、もう、うん、どうですか、うん、ちょっと待って、うん、苦い、多分言っていいですか、うん、沈殿してると思う、濃さが、あ、そういうこと、混ぜてないじゃん、じゃあよかった、うん、じゃあ結果おらい、にさっき量は2倍飲んだし、濃さは今多分濃さは絶対私の方が、あの凝縮してます、うん、苦いよこれ、混ぜなきゃダメだよ、しょうがない、結果おらい、結果さっき私があんだけ2倍も量入れたから、 それもまた罰ゲームベベ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 ベ、でも意外とこの罰ゲームなんか、うん、飲めちゃいますね、飲めちゃうね、なんでなんだろう、激辛の方がやっぱいいのかな、対決の時、いや激辛、うちらは激辛だからね、っていうか、うん、分かった、激甘行く、違うんですよ、激甘、お湯の量言われてないんで、うん、何リットル入れてって、うん、何ミリ入れてって、お湯は多すぎなんじゃないですか、毎回うちら、めっちゃ濃くすんの、もしかしたら少量でやるとかなのかな、分かんないですけど、ちょっと罰ゲームだったら、まあ、ちょっと分かんないんですけど、まあ、告知っちゃっていいですかね、そうしましょうか、ね、まあ、はい、ということで、ね、2勝ゼロ、はい、吉岡さん勝利した、初期のくせに、いえ初期のくせに、やっぱ胃袋はでかい、部長頑張ります、次回、はい、リベンジします、次回また解決考えていきましょう、はい、じゃあということで、じゃあお願いします、ちょっとぐったりな感じで告知なんて、すみません、あの夏祭りの、あ、夏祭りはちょっと縁日はちょっとこれでこれにてお開きで終了ということで、皆さん気をつけて帰ってください、気をつけて帰って、花火が上がってます今頃、今頃ね、はい、あ、いい感じにドドンって、ありがとうございますありがとうございます、上がってくれました、じゃあ私、はい、どうぞ、いいですか、お願いいたします、休憩しておきます、ですね、先日 の、 あの8月1日に、まあ、さっきもね、はい、ツイッターであのコメントいただいたんですけど、はい、先日の8月1日にですね、うん、あの私宮香ソロデビューして、あの10歳になったんですけども、おめでとう、ありがとうございます、おめでとう、10歳になりました、その、 あの10周年を記念しての、うん、あのソロ曲、はい、シングルが、なんと、はい、リリースされました、うん、配信リリースされました、Into the Sky という曲なんですけども、はい、こちら、あ、ありがとうございます、綺麗だ、これジャケットになってます、はい、はい、あのデジタル配信リリースとなってますので、はい、各音楽サイトで、うん、あの配信中です、皆さんぜひね、あの聞いていただければなと思います、はい、これどこのソロなんです、知らない、あ、知らないよね、オッケー、聞かなきゃよかった、オッケー、私も知らない、そう、ジャケットあのこれでいきますっていうのがあったんで、はい、なるほど、了解しましたっていうことだけなので、はい、はい、皆さんこちらね、詳しくはね、あの宮香のツイッターの方をチェックしていただいて、あとは各音楽サイトで、はい、宮香で検索していただければね、 Into the Sky 出てきます、このジャケット、はい、あ、覚えていただければと思います、はい、ぜひダウンロードして聞いてください、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます、はい、今年も頑張ります、はい、頑張ってください、はい、11年目も、はい、ありがとうございます、で、そしてですね、もう一点、はい、あの、はい、私たちのあのグループ、はい、ね、こちらね、はい、
グループ一緒じゃん。はい。そう、さっき言ってたの。グループ一緒じゃん。なんかすごい、あれですね。忘れてたみたいな、ね。忘れてたみたいな。はい、うちらそういえばグループ一緒じゃん。一緒なんですよ。令和家電という。そうそうそう。はい、普段はその時はね、着物、ね、和服を着て着物を着てるって言ってたんですけども、はい、その私たちのね、ライブがね、はい、なんと、はい、8月22日の月曜日に、はい、ちょっと月曜日平日なんですけど、あります。はい、イエーイ。はい。再来週の月曜日ですね。再来週ですね。はい、はい。私がですね、この上野のね、はい、PR でもね、お世話になった、上野で、はい、なんと上野ビアフェスタ、上野でビアフェスタというビアイベントに今回は令和家電で出演いたします。イエーイ。美味しそうですね、ね、飲みたい、みたいな。はい、そう、私たちが出演するのが8月22日の月曜日、うん、で時間はね16時台あたりから、はい、さに出演します。はい、場所は上野恩賜公園噴水前広場にて、はい、ライブをいたしますので、はい、ぜひね、令和家電がねビアフェスタ盛り上げに行きますので、皆さんぜひぜひお時間合う方は遊びに来てください。はい、こちらもね詳しくはね上野でビアフェスタのホームページをチェックよろしくお願いいたします。お願いいたします。この日はね、いつも着物なんですけど ねこの日は ね涼やかな感じでいきますよ。はい、やらせていただく予定でございますから、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、そして、はい、私吉岡由里子ですね、はい、お芝居もやらせていただいておりまして、うん、この度、映画に出演させていただいております。はい、はい、ありがとうございます。この映画がですね、ドドンドン、はい、こちら、もう夏といえばのホラー映画になっておりまして、夏尽くしだね、みんな。そうなんです、本当に。漫画家さんの森野達也さん作詞が描かれております、うん、怪奇タクシーという漫画を映画としてね、はいはいはい、実写化としてね作られたものとなっておりまして、はい、はい、車を題材にした様々な怪奇現象を描く、うん、コメディ要素も含まれている痛感ホラー長編作品ということで、はい、こちら池袋のヒューマックスシネマズさんっていうね、うん、映画館にて、うん、8月のね11日までですね、はい、公開しております。1週間、はい、公開しておりますので、ぜひぜひこちらの池袋まで、はい、足を運んでいただければ嬉しい限りですし、はい、その後もねまたいろんなところでできるかなって今願ってるので、うん、皆さんの応援が必要となっております。ぜひ劇場で私のことも探していただければと思います。安田大サーカス団長さんと一緒のシーンなんですけど、はいね、私はすごい悪番長役やってるんで、皆さんぜひぜひ探してみてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一つ、うん、はい、こちらですね、8月の26日ですね、はい、はい、両国サンライズさんというところにて、うん、イベントに出演させていただきます。はい、はい、こちらブロスビー&コー定期公演ボリューム5、はい、ザ・シュなんて吹き飛ばせというですね、事務所さんお世話になってる金森監督という映画監督さんの事務所さんのイベントになっておりまして、うん、今回初めてねゲスト出演ということで、うんうんうん、イベントに遊びに行かせていただくことになっております。はい、ここではね、いろいろ歌って踊ったりとか、うん、私の大好きな BTS のバーチャーを踊ったりしちゃうんですよ今回。私歌いに行きたいわ。歌ってくださいじゃん。また後ろで歌ってください。また歌いに行っていいですか。ぜひぜひコーラスかけちゃってください。ぜひぜひ。そう、歌ったり、あと一人ミュージカルもねさせていただいちゃったりとかする予定なので、うんうん、よかったらお時間合いましたらこちらは、はい、金曜日ですね、はい、金曜日の19時より、両国の方で、ね、やっておりますので、遊びに来ていただけると嬉しいかけです。よろしくお願いします。はい、ね、もうちょっとあと1分ですね。ちょうどいいですね。ちょうどいい。次回の放送がですね、はい、9月13日です。はい、13日、この間ちょっとめっちゃ飛び越えちゃいましたけど、あ、みんな来月は9月13日、はい、19時、はい、ここ火曜日ですね、はい、19時にお待ちしてますので。お待ちしております。ちょっと久々のギターで来ましたけど、エンディングギターで来ましたけど、思いますよ。行きますよ。はい、コメントもいただいて、しかもコメント来てるよ、はい、コメントも途中で読んでもらっていいんじゃないですか。コメントも歌いますか、はい、コメント歌いますか。やばい、全然弾けない。全然弾けない。久々だから全然弾けない、はい、いいよ、コメント歌って。罰ゲームは人体に影響がない。
聞いてます。聞いてます。10歳&新曲リリースおめでとう。いいね、久々だったね。イエーイ、エンディングソングエアーエアーじゃなかった、エアーエンディングソングエアーで、なんとかなりました、なんとかなりました。久々のギターでも、はい、よかったですけど、活躍してよかったです。いや皆さん本当にありがとうございました。はい、なんとか収まってよかったね。収まりましたね。透明人間ならずに終わりましたね。あ、そうですね、よかったです。あーってならなきゃよかったね。じゃあ皆さん次回もね、はい、次回はスタンダードで、はい、スタンダードに行きますので、あのお洋服の方がですね、お洋服戻りますので、はい、やりましたね、はい、よろしくお願いします、ね、また対決がきてあるかもしれないので、ね、そうですね、お楽しみに。なんかこういう対決あったらいいんじゃないのとかあったら、うん、それをぜひあのまたコメントでいただけたら、うん、あのどしどし参考にさせていただきたいなって思っております。よろしくお願いいたします。もううぐってなってます、うぐってなってます、もうおったらおーえってなるかもしれないです。はい、そんな感じで皆さん、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。ま、あ、あ、ちょっと待って、いや、締めに慣れてないよ、締めが慣れてないよ、もう一回もう一回フェイドアウトにコメントが好きだよね。はい、本日もありがとうございました。はい、みやかのギリギリ放送室、部長のみやかと、あ、MC 担当吉岡理子でした。 MC 担当吉岡理子でした。ありがとうございます。